皆さん、こんばんは。ティンダーの脈は金太です。東北文教大学山形城北高校、その名前とその特徴を言います。まあ特進科とまあ普通科いろいろ分かって、まあ複数科はまあスポーツ ST アスリート型と、まあ探究型はまあ CT、 まあ福祉とかいろいろビジネスとか、はい、まあ AT は赤にしく、まあ進学の人候補ですね、はい。特進にはオールイングリッシュで、グローバルはグローバルエクスチェンジプログラム、いろいろありますね。AT はまあ英語コミュニケーション、倫理国語、数学、日本史、物理、生物などあります。シータはピアノ、ダンス、情報のもの、あとは統計、あとは生活支援技術とか、はい。ST はまあ栄養学、ボーダリング、ゴルフ、テニス、まあ、キャンプ、あ、ボーリングもいいですね、ボーリング。部活動、まあサッカー、女子野球はないが、野球、剣道、バレーボール、吹奏楽部、卓球部、ダンス部、陸上部、美術部、新体操部、バドミントン部、あとは弓道部、放送部、茶道部、英語部、英語部もいいですね。弦楽器部、ソフトボール部、あとはライフル部、食物部、バスケ部、JR なんと、まあイラスト部、水泳部、とかあります。行事はクラス待ち、城北祭、演劇教室、ダンス発表会などいろいろあります。というわけで、東北文教大学山形城北の最新情報でした。バイバイ。